はい、どうもコタロですっていうわけなんですけどもね、はい、まあセカンドチャンネルね、やっていきたいんですけども、ネタがないかなと思ってね、ネタないかな、ほんまね、いつもみたいにライブしてもよかったですね、ライブちょっとしてもよかったなと思うんですけど、まあ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 、まあいいか、ネタないから、まあしゃあないか、ネタないなりに喋ろうかなと思うんですけどもね、今日はですね、何しようかなと思って、あ、そうだ、結構編集も頑張りました。あともうちょっとで、今日アップするやつの編集が終わるというところでね。でね、朝からですね、朝、なんか多分インスタにアップするかな。あの、甥っ子とね、あの、久しぶりに、久しぶりって初めてか。甥っ子めっちゃ野球にハマってるんでね、あの、一緒に野球をするって朝ね、朝7時からね、野球、8時まで野球をするってなんかすげえなと思ってね、定休野球しましたね、久しぶりにね。なんかね、あれですね、6年ぶりぐらいにバット持ったんちゃうんですか、カラーバット持ったしね、投げんのもね、ちゃんとボール投げんの2年ぶりぐらいかな、なんかもう、なんか しんどかったな、しんどかったっていうか、なんか、明日朝どっか痛なるんちゃうか、みたいな、ところですよね、定休野球ね。はい、まあなかなかね、何しかね、コントロールが定まらないってね、ボールばっかりですよね、今日なんぼやろ、フォアボール7回ぐらいかな、デッドボール、5回ぐらいかな、もう首やな、これプロ野球選手やったら完全に7時間でデッドボール5回首じゃないですか、ほんまねっていうところに、もう全然コントロールがもう定まらないっていうところね、まあ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 やってましたけどもね、久しぶりに全然違うね、体の筋肉動かしたんでね、まあなかなか、いい運動になったんじゃないでしょうかね。はい、まあまたね、朝ね、そうだな、なんかあれですね、真冬とかも行く気せんからもうあれやね、今からもう秋ぐらいやな、真冬までにね、まだタイミングがあればちょっと野球したいなっていうのとね、ちょっとだけ動画にあげたんでね、どうしようこれセカンドでしょ、もうインスタにあげましょうか、まだインスタ見ていただけたらなって思います。まあそんな感じで、ほなさいなら。